こんにちは、皆さん、グリードです。約3年4年ぶりぐらいのグリーズキッチンってことで、まあ、普段ゲーム配信をしてるんですけど、まあ、ちょっとだけ料理が好きなので今日は料理動画を撮りたいと思います。で今回は、キノコペペロンチーノ過去高タンパクバージョンってことなんですけど、今日使うアイテムはこれです。これあんま YouTube で使ってる人いなかったからどうなんだろう。高タンパクパスタです。これがね、100g あたり、タンパク質 20g、 肉なくても 20g 取れるっていう、優れものになってます。これ Amazon に売ってます、ちなみに。で3分で茹で上がるからめちゃくちゃね、僕普段使いしてるんで、ちょっとこれを使っていこうと思います。このパスタと、まあ、あればイタリアンパセリ、乾燥でもいいです。でキノコ、このちょっとスーパーでめちゃくちゃでかかった巨大ニンニクと、あとパルミジャーノ、別に粉チーズでもいいです、なかったら。あと唐辛子、塩のみ。この高校までは調理師になりたかったんですよ。で高校時代なんか調理検定みたいのなぜか取ってたりとかして、最初バイトしたのが中華屋だったかな、知り合いの中華屋とか洋食屋とかで働いて、まあ、ゲームできねえなっていう、こう朝から晩までずっと働くんで、シェフは。いや、ほんとすごいっすよ、シェフ。目がこれっすね。めちゃくちゃでかい。で今日は、まあ、ニンニクの切り方ってなんかいろいろあるらしいですけど、僕はみじん切りっていうよりは薄切り、ダン、巨大しいたけで、軸の部分も下だけ取って、こうやってすごいたっぷりだ、まあ、バーって多め。ここはあれですよね、こう筋トレとかしてる、ダイエット気にしてる方は、まあ、自分で調整していただいて、弱火っすね。で本当はガスだったらこう傾けてやりたいんですけど、まあ、IH なんで、こう端に寄せながら、温まったら弱火か、もう火から離しちゃうぐらいな気持ちでいきます。僕なぜか高校の時に学校内の授業のコースみたいなの選べて、その体育コースみたいな、家庭科コースみたいな、家庭科コース選んでました、なぜか。で周り全員女子っていう、唯一一人だけ男の子の人がいて、でその子は家が中華屋だったんですよね。でその子のとこでバイトしてました、最初。確か唐辛子は早めに入れれば入れるほど辛かった気がするんですよね。入れすぎたらわからん、どれぐらいの辛さかわかんない。しかもこれ一体いつのですかね、これ。多分賞味期限、え、これやばいっすよ。これやばい、どう、これ大丈夫かな。2016年。これ黒いっすよ、だってこの元々こういう色だった。熟成された、色がだって赤くない。腐ってないんですこれ。2016年の熟成唐辛子。じゃちょっときつね色になったんで、あとはもうポーチ、メイラード反応っていう、まあ、焦げのうまみ成分を出すための、ほんと焦げる一歩手前まで焼きます。じゃあ本当は白ワインが良かったけど、白ワインなかったんで、なんかフライパンのうまみをこそげ取るみたいなやつ。もうちょっと、3分よし、よし、茹で汁少し、オリーブオイル、ちょっとニンニク、余ってたニンニク、高タンパクキノコのペペロンチーノ2016年唐辛子バージョン、真っ黒の唐辛子と上にトッピングしたニンニク。もうちょいしよう。
まあでもほらさ、塩分過多だと良くないからさ。うん、うん、でも美味しいよ。いや、うまいっすよ。全然美味しいよね、うん、塩足らんです。昔作ったトマトチーズパスタを、まあ、私は改良版を今日は作りたいと思います。スーパーにあった生パスタ使っていきたいと思います。パルミジャーノとミニトマト、めっちゃでかいミニトマト、あとニンニクです。ニンニク、この玉ねぎは関係ないです。あとバジルですね、あとオリーブオイル。以上、ミニトマトだから生の状態でもこれぐらい使おうかな。なんか前作ったのは普通のトマトとモッツァレラチーズ使ったなんかパスタだったような気がする。トマトとまずニンニクっすね、潰して使うか。香り出すように、でもこれ切ってあるからな。ちょっと火つけてないフライパンにオリーブオイル、まあ、温まるまで強火でいきましょうか。まあ、これ今もう IH だから火離してるからもう火ついてないぐらいですけど、余熱で焦げよう。いい感じのメイラード反応を起こしたい。こういう、あーいい色、こんな感じの焦げてるかなぐらいまで。このパスタ1分半、めっちゃ短い。よし、あとちょっともぎるぐらいでいいか。茹で汁入れます。ちょっとパスタを早めに揚げて、ここでちょっと煮るみたいな、炊くみたいな。じゃあそこまでドーン、ドーン、指ぐらいにして、よし、でバジル入れて、で残りのトマト入れて、でオリーブオイルです。オリーブオイル入れて、僕は普段も粉チーズです。パルメザンでも全然、これパルミジャーノですけど、もうあとはなんかお好みのシコンシタレじゃねえよ汁の量まで煮詰めれば。味見しましょう一回。確かにこれはパスタがうまいのかな。これは普通のミニトマトパスタ美味しそう、なんか香りがめっちゃいい。うまい、うまみ。ちょっとフォークが消えたんでこれで失礼します。この間レストランで食べたトマトパスタよりうまいかもしれないこれかなりうまみ強め、うまうま。だからほぼあんま煮詰めない感じなんだけど、ちょっとお肉いいですか。お肉なるほど、結構短いんだな。めっちゃ優勝してるじゃん。店行ける。これは店行きます。Took you to